みつともチャンネル。おはようございます、みっちゃんだよ。今日はトマエの誕生日会をします。でもやつは寝てます。夜中までファイナルファンタジーをしてました。叩き起こして準備をさせます。今日一日かけて俺のコースを味わわせます。ではスタート。ここよだれがついて泣いた？イエーイ、泣け。ハイパーエドシックエッセンシャル、マリリン・モンローは朝飲んでたよ。誕生日おめでとうございます。もっと普通に起こしてよ。おいしゅうございました。さっさと準備しろ、化粧しろ、着替えろ、ほなやろ。俺は料理を作るぞ。はい、では前菜を作っていきたいと思います。これを使います。はい、抜けました。スイッチオン。後ろ飾り付け可愛くなってる。前菜盛り合わせでございます。すごい。こんな感じです。お店やん。これオリーブオイル。ちょっと危ねえ、飲むところやった。まだそれが仕上がりではございません。え、なんこれ、すげえ。こんなん買ったん？買った。塩も軽めて。こちら焼きたてのパンでございます。すごい。焼きたて？焼いたの？今焼きました。仕上げにチーズを振らせていただいてよろしいでしょうか？お願いします。まだまだいけいけ、チーズチーズ。演出までがしっかりしてるじゃん。その通りでございます。ここは高級フレンチレストランか。いやいやいや、本日日本の目で。誕生日おめでとう。どうぞ。ありがとう。いただきます。いい、食べて。どうぞ。やば、うん、まえげつ。こんなのセレブじゃん。これは次の料理にかかりますよ。あ、はい。おいしい。いちじくも食べちゃおう。うん、コーツつけがたいけど桃が一番おいしいだ。そうか。あとパンをオリーブオイルで。どうぞどうぞ。なんかその言い方が好き。あったかい焼きたてだ。うん、うん、おいしい。朝から贅沢。もう昼だよ。友が寝坊したから。そう、やべえ、もうちょっと酔っ払ってきた。あらあら。ブラウンマッシュルームのステップです。すごい。こんなお皿あったっけ。こんな感じでございます。買ったの？買った。ニトリ。おお、やべえな。これは。うまみ沢たけお。うまみ沢たけお。あったね。すごい。パチタ。こんな感じでーす。うん。ペロペロでいいの？そう。おいしいだ。おいしいだ。あらあら、誕生日にこんなしてくれる旦那さん他にいないよ。いる。いない。してあげてね。旦那さんの横でこの動画をつけてください。いいなと思いちゃう。知ら。プレッシャーを与える。そう、なんか貴族になった気分。貴族。じゃあ俺は次の料理を取る。なんでこんなにしてくれるの？愛してるからです。じゃあエッチ。あらあら。白身魚のオマレではないけど魚です。はい、こんな感じ。でこちらの料理には白ワインで合わせていただきたいと思います。わかりました。おう。え、おいしい。これを
どうでしょう、お嬢さんの。なかなかいいんじゃないかしら。ソースうち作った？作った。ブールブランでございます。どうぞ。すげえ、お水さえもおしゃれ。これはアルプス山脈の頂上で採れた雪解け水。あら、森の天然水。はい、肉料理でございます。フォアグラ、フォアグラ、赤ワイン何飲むかな。ホワイセラーから出してる。マグダレダトース。うん、赤ワインソースです。これ美味しい。作ったの？作りました。やばー。ちょっとフォアグラだけで食べて。この後、お口直しのデザートがあります。買いました。さっさと持ってきてください。あらあら、お狙い。どうぞ。メロンシャーベットでございます。すげー。ブランデーを合わさせていただきます。やば、大人のスイーツじゃん。どうぞ。うわ、やば、うまっ。ああ、これもうない？いや、あるよ。食べたい。じゃーん。すっげーよ。びっくりさせないでって言ってるでしょ。不格好なんです。ワタリガニのテリーン。こんな感じです。ほい。うん。おいしい。それと白ワインです。これは何？すき焼きでございます。すき焼き？急に輪になった。まだかな、まだかな。ガッケンのおばちゃん、まだかな。何それ。昔あったんだよ、こんな感じのお肉です。好き好き好き。あらあらあら、肉きた。ようやくありつけた。お肉が美味しいね。うん、うまっ。ご飯炊けばよかった。ご飯ある？え、マジで？すげえ、土鍋で炊いてる。そう。ありがとう。やっぱ日本人はお米でしょう。あら。うん。うん。うん。上手に炊けてるやん。ありがとうございます。うまっ。生誕祭のために練習してきました。生誕祭。生誕祭。見て見て。卵かけた瞬間飲み物になるのはなんでなんだろう。あ、だからケーキ。じゃあちょっと片付けましょうな。おかたじけ、おかたじけ、歌わんかったちっちゃい頃。歌いませんでした。すごい。はい、火をつけよ。これしかない。毎度のことです。いくよ、せーの、ハッピーバースデートゥーポン、ハッピーバースデートゥーポン、ハッピーバースデーリートゥーポン、ハッピーバースデートゥーポン、おめでとう。やっ、カホガやろ、カホガ。うん、うん、もう俺お腹誕生日プレゼントがあります。やったー、やったー。何、誕生日プレゼント？当ててあげる。うん、リファのシャワーヘッドです。なんで言っちゃうの。リファの。そう、トモエが前これいいなとか言ってたから。そう、テレビ見ながら。そう、今日からリファのシャワーヘッドで髪が洗えます。やった。トモパの髪の毛が余計サラサラになっちゃう。俺の髪の毛が余計サラサラになっちゃう。なるま。でこっ、でこくね、シャワーヘッド、シャワーヘッド、でこっ。あー、すげー。もうちょっと
とちっちゃい箱でもよかったんじゃね。あーすごい、でここれこれって買えるね。今日も知ってる、テレビで見たから。すげえ。これうちのにつく？まあつくやろな。あとつけてね。また、ありがとう。お手紙はあります。ティッシュやないか。ともえ、いつもありがとう。最近ちゃんと頑張ってるね。ファイナルファンタジーを朝までするのはやめましょう。俺と一緒に寝て、俺と一緒に起きましょう。今年もよろしくね。ありがとう。年賀状か。中でごまかした最後。まだある。え？あ、はい。ありがとう。おはなありがとう。というわけで、23歳のともえぽんもよろしくお願いします。以上、バイバイキン。バイバイキン。イエーイ。これ今日から使う。早く、はい、取り付けてきて。早く、もう、トモが女王様だよ。わかりました。行ってこい、ページ。あら、あら、あら、あら。